始まるよ。皆さんこんにちは。次これいきます。今流行りですよ。牧野富太郎は小学校中退なのになぜ大学教授になった。東大の教授ですよ。なぜになったか。牧野富太郎ご存知ですよね。あの植物学者です。今あの朝ドラでやってますよね。珍しく面白います。朝ドラで私も見てますけども、これ論文の中にこういう言葉があるんです。詩を学ばざればもって言うことなかれって。これね、普通呼び飛ばしちゃうんです。これはね、どういうことかというとね、詩教ということです。これ詩というのはポエムじゃないですよ。この場合はあの当時はポエムなんてないですよ。今で言う詩なんてね、あのまだあげそめし前髪のなんてああいう詩はないです。詩教というあのここに書きましたけども、これお経じゃないですよ。学問です。詩教を勉強しなかったならば何も言えないって言うんです。何も言えない。あ、そうですかって言うんで読み飛ばしちゃうんですけども、非常にこれ大きなことなんです。これ今考え直さなきゃいけないことなんですけども、詩とは詩教という百科全書って、これ百科事典です。今売れないですよね、ネットがあるから。百科全書のような書物のことです。これしかも本っていうのは紙じゃないですから、この頃はあの竹簡木簡でできてるんですけど、こんなでかい巻物みたいなもんですね。で中国の古代もこの素読で多くのことを覚えたんです。もちろんこれは中国の古代も江戸時代とか牧野富太郎をもって意味ですよ。これはもうこういうことを多くのことを覚えて、口に出して覚えたってことです。でこの覚えることが実はこれにつながったんですね。日本の江戸時代からずっと、それ以前からもそうですけれども、特に江戸ね、江戸から明治、大正昭和の初期にかけてまでこれです。もうとにかく発音して発音して覚えました。紙はあんまり書かないです。なぜかっていうと紙もったいないから、そんなないんです。だから発音して覚えました。でいろんなやり方があるんですよ。先生について言うとか自分で言うとか。だから黙読ってことはしなかったんですよ、この頃。皆さんね、よくあのドラマかなんかで暗い中で漢文の本かなんか、武士かなんかじっと読んでるっていう絵を見るかもしれないですけども、あんな暗い中で読めないですよ。だいたい発音したんです。本っていうのは口に出して読むものが本なんです。黙読は、まあはっきり言っちゃうと昭和になってからですよ。それで、ちょっと話を飛ばしますよ。牧野が小学校中退っていうふうに書きましたけども、今小学校とか中学校に来なくなる理由ってありますよね。よくあの引きこもりなんて言います。その時にまず第一番目は集団生活ができないってこと、これよく言います。でこれはね、あの集団生活なんですが、こういうこともあるんですよ。もう必ずこれあります。強制があります。全員に同じことやりますから、集団ですからね。全員に同じこと同じことで やるんで、強制とか我慢が必要なんです。だから並びなさいとか、並ばないやつは、並ばせるでしょ。一斉に、ノートを開けなさいってやりますよ。それバラバラになって、なんかそれでいいんだよっていう人いますけど、ダメですよ。やっぱり効率的に良くないです。あの遅くなっちゃう。それで開けられる人が待たなきゃなんないでしょ。並ぶのもそうですよ。やっぱりある程度強制と我慢ってこれ必要なんです。集団生活はね、これ認めない人は絶対学校なんか行けないです。だから内容がわからない、これよく言うでしょ。難しすぎるでね、簡単にしようしようと言ってるんだけども、これ一斉にやるからですよ。あの何て言いますかね、いろんな能力がある人をいっぺんにやるからです。当然出てきます。これ能力の凸凹があるんですからね。あるんですから。これこのいる意図路で、意図路で大体多くのことは来なくなっちゃいますね。いや、嫌になります。来なくなることはないですよ、大体。嫌になります。勉強は嫌いだ。でも、休み時間が命なんですよね。休み時間で遊べるから。だから、学校行けば友達がいっぱいできるじゃないですか。あれ、授業中じゃないですよ。休み時間でできるんです。大切なことですよね。で、実はね、牧野は逆なんですよ。内容は簡単すぎたんですよ。こういう子って実はいるんです。これ気がつかないし、メディアは取り上げないんです。あの頭のいい子っていうのはね、必ずいますよね。
まあ、中くらいの子もそうです。だけど授業っていうのは下に合わせるんですよ。落ちこぼれがあっちゃダメだとかね、分かるように細かく丁寧にって言ってと、分かっちゃった子は待ってなきゃいけないんです。これ地獄ですよ、分かっちゃってる子は。でこういうことに対して、なんだろうな、メディアとか、ね、新聞とか雑誌とか、ね、いろんなテレビとかっていうのはね、分かって待っている子の苦痛っていうのは絶対にこれ言いません。言わないんです。分からないで、ま、あの苦しんでる子のことしか言わないんですよ。だからやめてっちゃうんです。だから早い話は、今埼玉なんかそうですけども、公立高校よりも私立高校の方が優秀な子が集まってるでしょ。それは当然なんです。上に合わせるからですよ。下の子はついてこいって言ってるんです。ついてこられない人ももちろん下で手当てしますよ。かなりします、これは。だけど、下に合わせちゃうと上の子は手当てしません。あの、難しい補習っていうのはしてくれません。だから公立高校はダメなのに決まってます、これは。メディアというか、あのテレビかなんかの影響一番大きいですね。だから家庭の事情っていうのもこれはありますね。現代ではあんまりないですけども、実際これあります。教育方針が合わないとかね、そういうことを教えられちゃ困るとかって言いますよ。一部ですよ、非常に一部です、これ。でそれを今度は会社の方にこう転換して考えてみると、会社を離職する人がたくさんいます。もう今から10年ぐらい前は新入社員の 40% って言ってましたけども、今持っているようですね、離職する人は。でこれはこういうことを言うんですよ、よくね、自分の能力を評価してくれないっていう、つまり強烈なね、これ今のここにあるんですよ。あのこういう授業を受けてきたくせにこういうことなんです。承認欲求、承認してくれ、自分がここまでできるんだっていうのを認めてくれ、認めてくれ。それ年齢序列とかね、年功序列っていうことを全く無視してこういうこと言いますよね。あ、もちろんこれできる子が言うんですよ、これ。あ、まあ、できない子も言いますけども、私立高校から来た子なんてのはこれが入ってますよ。承認欲求もすごいです。そういうふうにして褒められてチヤホヤされてきたからですよね。だから集団のコンセンサスを取るのが嫌だっていう、ずいぶんいますよね、これね。自分でやりたいんだ、だから辞めて起業しちゃうんですよ。あの会社の掟かなんかは守らないっていうね、集団のコンセンサスが取れないっていう。それから条件環境が合わない、これはありますよ、普通ね。給料安すぎる、もっといいとこ行こう、言いますよ、それね。で牧野の富太郎の教養、その基礎っていうのはね、実は国語力なんです。学校に行かない、つまり内容が簡単すぎて嫌だっていうのは、小さい頃から素読であるとか大人からいろいろなことを教わっていて、すでに小学校の教養は出来上がっていたんです。そうすると他からどん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 入れてきます。これで中学校ぐらいに行ってまとまったカリキュラムでやらないわけですから、自分の好きなことしかやりません。そうすると植物論にガーッていきますね。普通は商人なら商人のことを学びますよ。だけども学校なんか行かないわけですから、自分の好きなことやっちゃう、お金欲しいですよね。で国語力ってのはどういうのかっていうとね、こういうことなんです。読む、書く、話す、聞くってのはあるんですけども、読むっていうのはね、素読で言葉を覚えたんです。当時の人は本を読んで、声を出して読んで、あるいは読まれて、それであれですね、聞いて、もちろん自分も声を出しますよ。それで覚えていったっていうことは、覚えるまでの習慣ですね。理解して覚えたわけじゃないです。それは間違えちゃいけませんよ。理解なんかしなくてもいいんです。それから書くっていうのはコピーがないんですよ。だから何でも手書きです。筆写しました。この筆写っていうのはとっても苦労します。苦労するけれども素晴らしい、これは方法なんですよ。今の人は筆写しませんね。コピーしたらもうそれで分かったような気になっちゃいます。写すということはとっても重要なことですね。手間がかかります。手間がかかります。それから話す、これはよく分かってないと思うんですけども、話すことによって自分の理解力が深まるってことあるんですよ。で話さない子っていうのはそういう意味ではね、理解力が深まる方法は少ないです。話すとどん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 ね、違うことも頭に浮かんできますね。それが人間の脳の、これ脳科学でも証明されてるんですけども、あの言語を使うということで理解力が深まるということがあるんです。それから聞く、情報収集の唯一の手段ですよね。聞く、今見るがあるでしょ、
見てその情報収集でもね、見て分かったっていうのは分かったつもりになるだけですよね。まあ、聞いてもまだマシです。写すはもっとすごいですというような、この国語力というのがすごくあったということね。で、今はあの英語っていう時代ですけども、あれも国語力に入りますよ。バイリンガルじゃないです、日本語力ですね。そうするとそれが社会にも数学にも物理にも科学にも、全てのものに通用しますね。基礎は国語にあるということですね。話す、読む、書く、ここに書きましたね、聞くというようなこと、これが牧野富太郎は相当できていた。今の子にこれをガーッてやらせたら学力は相当上がります。ということはね、やっぱりやってみなきゃわからないです。やらせた方がいいですね、これはね。本日は以上です。パル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 パ